2024年の2月の9日、今日は昨日に引き続き高山を見て、その後下呂温泉、岐阜城っていう風に、南下していって大阪に帰るっていう、そういう一日で、いや、歩数も2万歩超えて、だいぶ充実した一日でしたね。あと高山が自分が最初想像していたよりもずっと面白いものが多くて、期待を上回ってくれて面白かったですね。具体的には、飛騨国分寺に樹齢1200年以上らしいっていうイチョウがあったりだとか、高山陣屋ですね、一番面白かったのが、日本国内でその天領で主要な建築物が残ってる陣屋、その城代っていうそのエリアを治めてた人が暮らしてたり、時代劇であるようなその裁判をしてお知らせっていうその嫌疑をかけられた人が裁きを待つような間がまだ残ってたりだとかで、建物自体も自分が想像したよりも広くて、普通に回っても多分30分ぐらいは時間使えるんじゃないかっていうところで良かったですね、高山陣屋。あとちょうど雪のシーズンだったので、屋根に雪が降り積もってたり、庭園に雪が積もってるっていうのも趣がありましたね。ただ靴を脱がないといけないのでめちゃくちゃ寒いっていうところがあって、余裕のある人だったら厚い靴下を用意しておくぐらいはしてもいいかもしれないですね。今回は昨日大阪から出発して金沢の兼六園見て、その後白川郷を見て高山に移動してきたっていうので、白川郷メインではあったんですが、結果として高山の高山陣屋が面白かったのと、あと国分寺と別のところにある神社も行ってみてよかったなって感じではあったので、岐阜県の旅行結構見るべきものがたくさんあって面白いエリアだなっていうふうに思いましたね。そもそも岐阜県って47都道府県のうち7番目に面積が広くて、昔の呼び方で言ったら飛騨と美濃とその2つの国がセットになってるみたいな感じなので、北と南でまた違った文化というか見るものがあって、で有名な下呂温泉もあるので、結構見るものが多い都道府県なんだなっていう風に行ってみて改めて感じましたね。自分は今車運転してないので電車とかバスで移動してるんですが、結構その電車で1時間とかかかるっていう時間も、雪山が見えたりとか、あと飛騨川が見えたりとか、電車から見られる景観だったりバスから見られる景色も良かったりするので、移動時間も楽しめていいエリアだなっていうふうに思いました。本当はあと1日多く泊まって近隣のエリアである富山とか、それか逆方向で愛知県の方とかもまとめて見るぐらいの方が効率良かったのかもしれないですが、ちょっと猫を1匹で置いてる期間があんまり今までこの引っ越してから撮ってなかったので、慎重めに今回早く帰ってきたんですよね。ただ改めて思ったのが、やっぱり結構その電車賃がかかるので、移動してその一泊泊まってまた次のエリア見てっていう風に繰り返していった方が効率としてはいいなっていう風に思いましたね。京都とか兵庫とか大阪から日帰り圏内の場所だったら泊まるよりももう一回片道の交通費かけていった方がいいと思うんですが、さすがに岐阜とか山奥の方になってくるとそうもいかないですね。今回の旅行で良かったのは、昨日の白川郷も含めて冬見るのにいいエリアを見られたってところはやっぱり良かったですね。京都とか奈良とか自然の美しい場所に行って桜とか紅葉の季節が一番いいんだろうなっていうふうに思いながら冬に見るのと、今回みたいな感じで雪山が見えるような場所に行って冬に行って、やっぱり冬に行って良かったなっていうのだと、同じ観光地でもその季節に合ってるかどうかっていうので行った回というか満足度みたいなのはやっぱり違うなっていうふうに思ったので、その植物のところとかだったらやっぱり春以降に見るとかしてっていうと、でも2月で冬らしいところで関西から見る場所ってなったらかなり限られちゃうのでってところはあるんですが、そういうタイミングっていうのはやっぱり大事にしていきたいなっていうふうに思いましたね。和歌山と香川はちょっとすぐ行く計画は立ててるんですけど、あと今回白川郷とあと高山とそれぞれ割と寒そうなエリアに行ってきたんですが、意外と大阪でその普段着てるような服と変わらない服装で全然大丈夫でしたね。数字的には最高気温も最低気温も5度ぐらい低いみたいなんですが、北京での寒い暮らしに慣れてちょっと体感性能っていうんですかね、寒さ耐性が自分の中でついてたのかもしれないですけど、
あと今回はこの間の兵庫県の有馬温泉に続いて三名湯っていうんですかね、有名な温泉の一つの下呂温泉にも行ってきて、結構高山からは離れてるんですが、でもお湯が透明なんですよね。その湯に浸かった後、体に触れると若干ツルツルするというかヌルヌルするみたいな特徴はあったんですが、自分は温泉のその IQ があんまり高くないので、有馬温泉の金の湯みたいな感じで分かりやすく色とかついてる方がありがたみが感じられて好みだなっていう風に、透明なお湯を見て改めて思いましたね。今回は水明館っていう有名な旅館っていうんですかね、温泉のところに行って、改修中だったかなんだったか忘れましたけど、男性のお湯が1種類しかなくて、で9階の展望のお湯みたいな感じだったんですが、見られるのは山と川と JR の下呂駅が一応見られるんですが、でもその温泉の施設じゃなくても見られる景色なので、その絶景、特別な景色が見られるとかっていう感じではなかったので、特別満足度が高いとかっていう風にはならなかったですね。でも行かなかったら行かなかったで、その日本の三大温泉と呼ばれたりする下呂温泉ってどんな感じだったんだろうっていう風に、一度は行ってみようっていう風に思ったと思うので、行ったことについて後悔はないですね。で下呂温泉の後そのまま南下していって、最初関ヶ原古戦場を見ようかと思ったんですけど、それはやめて岐阜城を見て、岐阜城って斎藤道三の国取り物語だったり、その後信長の話があったりで、結構日本史の中のメジャーな歴史のスポットの一つなので行ってみたんですが、山のすごい高いところにあって、で上からその天守からも景色を確認することができるんですけど、山に囲まれた土地で、確かにこれなら守りやすい固い城だったんだろうなっていうふうに感じましたね。岐阜城の建物についてはほとんどが再建されたもので、一部その石垣が当時のものが残ってたりするっていう感じなんですが、でもこの場所でいろんな歴史の事件が起きたっていうふうに考えたりすると、それだけでも面白い場所でしたね。その後また岐阜駅の方に戻って、ネットで調べたら出てきたんですけど、夜の街として有名な金津園っていうのが岐阜駅から歩いて3分とか4分とかすごい近いところにあるんですが、平日の夕方ぐらいだったからっていうのもあるんでしょうけど、特別栄えてるエリアっていうよりかは若干その寂れた感じの印象の場所でしたね。合ってるかわからないですが、ネットで調べた結果としては、その規制の取り締まりで建物を新しく建て直すことができなくなって、それで寂れた印象になってるって話でした。でその後大阪に帰って行って、近鉄特急のアーバンライナーっていうので乗って帰ってきました。移動時間ではまた例によって本を読んでいて、途中まで読んでいた日本の古典を読むシリーズの土佐日記、かげろう日記、問わず語りのセットを読み終えて、かげろう日記も問わず語りも結構その旅行記的な部分もあったりするので、日本あちこち回る時にも楽しいのと、昔の人の生活の一部がうかがい知れたりするので、そういう意味でも楽しい本で読んでみてよかったですね。でも昔の人の考えで面白いなっていうふうに思うのは、よく男女の過ちがあった時とかに、これも前世からの因縁、縁なのだろうみたいな、それで済ませるみたいなのがあるんですけど、でもそういうふうに捉えたらいろんなことが楽しく考えられたりとか、諦めがつくというか受け止められるようになりそうで、便利な考え方ではありますよね。ニュースとしては千葉県の郵便局で2000万円が盗まれたという報道がありました。人口が少なかったり人通りが少ないエリアでのこういう犯罪っていうのを計画的に狙う動きっていうのは増えていきそうな感じはしますよね。以上です。